こんにちは、作るに夢中、みつみねすずです。モコピバージョン 2.0.0 アップデートが来ました。モコピはソニーの発売するモバイルモーションキャプチャーデバイスで、小さな6つのセンサーとスマートフォンで全身の動きをトラッキングすることができます。発売当初からアップデートを重ねてきたモコピですが、ここに来てさらなるビッグな機能の追加です。PC で VR チャットなどを楽しんでいる方にはお待ちかねの Steam VR、スライム VR 対応もあります。これまではモコピアプリから OSC 通信で VR チャットにトラッキング情報を送り込むだけでしたが、このアップデートによりスライム VR を利用して Steam VR 上でフルトラッキングのシステムとして利用できます。スライム VR は主に自作のトラッカーとの組み合わせのためのトラッキングソフトウェアです。モコピアプリからスライム VR に接続してスライム VR のトラッカーとして利用できます。 PC VR モードではケースに格納した静止状態での接続は必要ですが、その後モコピアプリ内でのキャリブレーションは行いません。この先はスライム VR 側での作業です。スライム VR ではスキーの姿勢で静止して構造をリセットします。これはバーチャルデスクトップ経由でPC 上の VR チャットをメタクエスト2からプレイしている様子です。クエスト2とモコピの組み合わせで無線環境で全身トラッキングできていますね。仕組み的にはモコピのそれぞれのセンサーの値をそのままスライム VR にリレーしているようです。これはもしかしたら何か発展的な使い方もできるんじゃないでしょうか。なおスライム VR での利用手順は公式のガイドが丁寧に解説してあって分かりやすいです。 VTuber さん必見、トラッキングモードの追加がありました。上半身集中モードです。以前のアップデートで VR ヘッドセットとの組み合わせを想定した VR 向け下半身優先モードがベータ機能として追加されていました。今回は同じくベータ機能として上半身にセンサーを装着するモードです。高度な機能を有効にして足首のセンサーを腕に装着します。最初のキャリブレーションは通常通り一歩踏み出す動作をします。こんな感じで動きます。いい感じじゃないでしょうか。これは上半身の収録配信の有力なツールとなりそうです。自作配信アプリ VCAM ストリームでもモコピを受信できるようにしているので何かできそうです。モコピと外部アプリの連携技みたいな使い方もこれからさらにいろいろできるような気がします。アバター関連ではデフォルトアバターの追加、対応サービスの追加がありました。もともとレイノスちゃんとヒューマンが入っていましたが、さらにミニレイノスちゃんが追加されています。一般的なアバターと頭身が大きく違うので、このアバターで映える動きを探求したり、アバターを自作されている方は技術検証の一環にも使えるのではないかと思います。こちらのミニレイノスちゃんはモコピアプリ内だけではなく開発者サイトで VRM ファイルとしてダウンロードもできます。また対応サービスとして従来からの Vloid ハブに加えてアバターンというサービスに新たに対応しました。アバターンは実写の顔をもとにアバターを生成するサービスのようです。モコピの世界的な広がりを感じますね。今回はモコピバージョン 2.0.0 アップデートをざっくり追いかけてみました。ここでは取り上げなかったモーション送信やアバター周りの細かな改善もいろいろあります。ハードウェアとしての取り回しの良さ、ソフトウェアでの発売後の改善と機能拡充というモコピの強みがまさに活かされたアップデートが重ねられているなぁと感じます。ガジェット好きとしてもアップデートをリアルタイムに体験できるのは楽しいです。気軽に始めて深く使いこなす、そんな展開ができるデバイスにどんどん進化しています。私もアプリ開発を進めたり配信での利用法を探ったり VR チャットの全身トラッキングに挑戦したりしていきたいです。このチャンネルでは VTuber の表現を追いかけたり便利なガジェットを探求したりアプリや作品を作ったりしています。ぜひ高評価、チャンネル登録、 Twitter のフォローをお願いします。では次の動画でお会いしましょう。またね。